井上尚弥、公開された4団体統一戦ポスターが話題、バトラーの腹筋バキバキだな。トップランク者が公開、井上 V バトラー。ボクシングの WBA スーパー &WBA&IBF 世界バンタム級王者、井上尚弥、大橋、と WBO 王者ポール・バトラー、イギリス、が12月13日に東京、有明アリーナで対戦する4団体統一戦のオフィシャルポスターが公開され、このポスター欲しい、物理が完全にターミネーター、バトラーの剣がでかい、との声が上がっている。日本中が待ち焦がれた4団体統一戦。その盛り上がりを後押しするポスターが完成した。米工業大手トップランクは SNS を更新し、1枚の写真を掲載。暗闇から浮かび上がるように井上とバトラーが向かい合い、ファイティングポーズをとっている。両者の間には、4団体統一王者を表す、アンディスプッティドの文字が光る、井上 V バトラー、スエディ EC13 などと書かれ、クールなデザインになっている。これを井上がリツイートして拡散。すると、多くの日本人ファンが反応した。このポスター欲しい。珍しく色がついたバンテージも似合いますね。写りが完全にターミネーター。ポスターかっこええ。めちゃ燃えるデザインですね。バトラー選手も腹筋バキバキだな。うきゃーかっこいい。バトラーの剣がでかい。中には両者の間に書かれた、アンディスプッティドを読もうと、画像アップにしてスマホ横にしてねめっこしてた、の声も。井上は10月に行われた会見で、日本人初の4団体統一戦へ向け、このバンタム級で本当のナンバーワンを目指して戦ってきた。この試合が一つのバンタム級での節目という思いで挑みたい。こうやって4団体統一にチャレンジしたり、日本のボクシングの歴史に名を刻むのはすごく重要なこと、などと語っていた。井上尚弥、バトラー戦ポスターの実物、画像は米工業大手、トップランク。